日本とスロバキアの関係では、日本とスロバキアの関係についてが一説する。1919年に独立したチェコスロバキアは、スロバキアとチェコ領民族を主要な構成要素とする国家であり、日本は独立と同時に外交関係を樹立した。日本の初代在チェコスロバキア全権代表を務めたのは、長岡春一講師であった。 1939年のナチスドイツによるチェコスロバキア解体により、チェコはドイツによる保護領となり、スロバキア部分には、ヨゼフティソーを大統領とするスロバキア共和国が建国された。日本はこの国家を承認し、日本とナチスドイツ、イタリア王国間で結ばれた三国条約に、スロバキアも参加している。日本のスロバキア公使は在フィンランド公使であった。 カサヤ・タダシ任している。しかし、第二次世界大戦の敗北によってこの国家は消滅し、現在のスロバキアとは一切の象形関係を持っていない。戦後、1957年になり、チェコスロバキアと日本の国交が再開された。1993年1月1日、チェコとスロバキアは、ビロード離婚を経て平和的に連邦を解体。 スロバキア独立と同時に日本は同国を承認し、同年2月3日には改めて外交関係を開設した。在スロバキア日本国大使館は2002年1月、ブラチスラバに設置された。様々な価値観を共有する国家同士として良好な関係を築いており、安全保障面でも来た大西洋条約機構やアメリカ合衆国を通じて間接的な協力関係にある。 2013年には内閣総理大臣の安倍晋三がポーランドを訪問し、現地で同じくポーランドを訪問中だったスロバキア首相のロベルトフィソと日、スロバキア首脳会談を実施した。旧東側諸国の中でも急速な成長を、トゲ先進国になりつつある、スロバキアチェコハンガリーポーランドの4カ国は、ビシェグナードグループと呼ばれる枠組みを形成。日本は、V4 日本隊は、 協力を通じて民主主義、資本主義、自由主義、法の支配、人権などの価値観を共有するスロバキアと協力関係を構築している。チェコスロバキア時代から良好な関係を維持しており、要人往来は活発である。2007年1月には日本の外務大臣として初めて麻生太郎がスロバキアを訪問し、外相会談などを通じて、 自由と繁栄の子などについて意見が交わされた。その他、外務省関係者としては2011年12月に外務大臣政務官の浜田和幸がスロバキアを訪問し、スロバキア政府要人や在留邦人との意見交換を実施。2016年4月には外務副大臣の武藤陽次がブラチスラバで中東を中心とした外交・安全保障政策を議論するフォーラム。 グローブセクに出席した。2017年2月には外務副大臣の中根和幸がスロバキアを訪問した。2019年12月には第26回欧州安全保障協力機構外省理事会に外務大臣政務官の中谷真一が出席し、ヨーロッパ以外の国ながら演説を行ったほか各国要人との懇談が実施された。2019年4月には 日本の総理大臣として、初めて、安倍晋三がスロバキアを訪問。第3回、V4 日本首脳会合に出席したほか、スロバキア共和国首相のペテル・ペレグリニと日、スロバキア首脳会談を開催し、日本企業のスロバキア進出などについて話し合われた。2013年6月、スロバキアの外交関係充立20周年を記念して、 秋篠宮文人新郎及び、文人新郎引子がスロバキアを訪問した2007年10月には、スロバキア外相のヤーン・クビッシュが招待を受け訪日。経団連のビジネス関係者や外務大臣のコ村、正彦との間に会談を設定し経済面での交流進化を図ったほか、継続的に日本の常任理事国入りに賛成の意を表明した。2009年11月には、 元中日大使で、地日下のスロバキア外相ミロスラブライチャークが訪日。外務大臣の岡田克也と外相会談を実施して、V4 日本隊は、協力や国連安保理改革についてが話し合われた。2012年6月、スロバキア大統領として初めて、イヴァンガシュパロビッチが訪日を実施。当時内閣総理大臣であった野田彦と首脳会談を開いて、 改めて、東日本大震災へのお見舞いや日本の常任理事国参入に対し支持の意を表明した。2016年11月には、スロバキア経済省のペテルジガが訪日、経団連ヨーロッパ地域委員会の佐藤、吉尾委員長と、落ちひと委員長などの会談を実施し、両国の経済交流について話し合った。2019年10月、即位の礼出席のため、 スロバキア大統領、ズザナ・チャプトバーが訪日。安倍晋三との会談では、翌2020年が、日、スロバキア交流100周年を迎えることに触れつつ、さらなる交流の促進が話し合われた。日本は、スロバキアのスムーズな民主化や自由化、市場経済への移行支援の観点から、技術協力を中心とする、経済協力を実施してきた。 1992年には110.94億円もの円借管により総延長660キロ合計4ルートの高速道路建設事業が実施され内陸国スロバキアの陸運の円滑化に寄与した。しかしスロバキアは2000年に経済協力開発機構に加盟し2004年にはヨーロッパ連合にも加盟2009年にはユーロの導入も果たす。 それに伴って一人当たりの所得や経済水準は向上を続けており先進国に分類されつつある。そのことから日本は2007年末でスロバキアへの経済支援を打ち切った。2019年の対スロバキア貿易は輸出243億円に対し輸入350億円と日本側の赤字となっている。主要な輸出品目は電池、自動車、自動車の部分品。 ポンプおよび延伸分離器などで主要な輸入品は自動車、充電機器、ポンプおよび延伸分離器、絶縁電線および絶縁ケーブルと輸出入ともに工業製品や機械類が多い。スロバキアはヨーロッパの中では比較的賃金が低く、ドイツやイタリアといった大市場に近接している。そのことから製造拠点として注目されており、 日系企業が多数進出している。火星工業は、スロバキアの都市、レビゼに自動車部品関連の新会社を2017年設立。日清樹脂工業は2018年、電気自動車の生産拡大によるプラスチックの需要増加を受けて、スロバキアにヨーロッパ市場向けの販売市会社を設立した。一方で、パナソニックは、スロバキアに ヨーロッパ市場向けの生産拠点を置いていたが、録画最盛期の需要減少を受けて、工場を2014年閉鎖した。文化的交流としては、両国の大使館が拠点としての役割を担う。従来の交流は、日本の伝統文化に関するものが中心であったが、近年はスロバキア民族舞踊団や、スロバキアフィルハーモニー管弦楽団等の日本公演、アニメ漫画等、 日本のポップカルチャーについても交流の場が広がってきている。2007年まで日本はスロバキアに対し文化無償協力を実施。2002年にはスロバキアの美術アカデミーに対し視聴覚機材及び印刷機材を購入するためスロバキアの美術アカデミーに対する文化無償協力を実施。2003年にはスロバキア歴史記念物委員会に対し 歴史的文化遺産の保存、修繕、研究、管理のための歴史記念物保存委員会に対する文化無償協力を実施した。2006年にはスロバキア共和国政府に対し、スロバキア国立ジリナ室内還元楽団のためのスロバキア国立室内還元楽団楽器、音響、照明機材整備計画を実施し、当計画が最後の文化無償協力となった。 学術面では、スロバキアの各大学と日本の各大学が学術交流協定を締結している。スロバキアで最も歴史のある名門校、コメンスキー大学は、ワセ田大学、静岡大学、東京国際大学、京都大学防災研究所などと学術交流協定を締結している。ブラチスラバにあるスロバキア工科大学はスロバキア最高峰の 高科大学であり、お茶の水女子大学との大学間交流協定を2003年に締結、以後、交換留学などの事業を実施している。また、東京都市大学、金沢大学などとも協定を締結している。その他主要な大学としては、1万2000人もの学生を有するプレショフ大学は、大東文化大学などと、 スロバキア第4の都市ジリナのジリナ大学は、富山大学などと、スロバキア首相のペテル・ペレグリニを輩出した、マテーベル大学は、アジア大学と、スロバキア第2の工科大学である、コシテ工科大学は、ワセ田大学などとそれぞれ協定を結び、交換留学など各種事業を実施している。1997年夏、野瀬川村のホームページで紹介されていた、郷土料理に、 当時のスロバキア共和国中日大使夫人の家ら、ライチャコバが興味を持ち、交流が開始。2000年には、スロバキア人の中学生などで構成される、訪問団が、野瀬川村を訪れる。その後は、中学生のスロバキア訪問、村民のスロバキア訪問などが実施され、一方でスロバキア側からは、東京在住のスロバキア人夫妻やスロバキア、特命全権大使、 中日スロバキア大使館職員の来村があった。2003年、正式に姉妹都市協定を締結した。ありがとうございます。